か、その難病というものがどういうものなのかということを理解するというところにつながるんじゃないかとすごく思いますね。ね、分かりました。早期発見というのも本当に大事ですよね。そうですね、本当に苦しいと思うので、本当に難病なので治る方もいらっしゃれば一生付き合っていかなくちゃいけない方もいらっしゃると思うんですけど、早く治療にかかれるかどうかということはやっぱりその方にとっても少しはこう希望が見えるんじゃないかなと本当に思います。分かりました。ね、さあそして皆さんやっぱりオピニオンリーダーといいますかね、先ほど理事長もエンターテインメントやスポーツ発信力がある期待も、ね、大きいと思うんですが、そうですね、うん、本当に過去今回5回過去4回ですか、本当に皆さん参加していく、本当に川口さんなんで本当に最初の方から参加していただいて本当ですね、本当に参加していただいてこういう、ね、川口さんみたいな方たちが本当にこう集まってですね、どん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 新陳代謝しながらですね、我が我がこう広がっていったっていうのが今回のこの皆さんのこの雰囲気なので、本当に嬉しく思います。ね、そして、これからますますこの難病支援に対しての啓蒙活動ってどん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 進めていかないといけないと思うんですが、皆さんにね、なんかこうこんなことをできるんじゃないかとか、こういうふうに啓発していきたいなんていうことがあれば一言ずついただきたいなと思うんですけれども、お願いできますか。はい、先ほどのお話で早期発見という話があったと思うんですけど、その早期発見をするためには検診の方を定期的に受けていかないと。で会社などでも、1年に1回とかそういう単位では検診の方を受けると思うのですが、こういう健康に関するイベントに足を運んでいただいて健康に対する意識の方が強まりますと、1年に1回だけで足りないと思って、例えばもうちょっと短いスパンでこう検診を受けたりとかすると思うんです。そうしますと早期発見の方もできますし、事前にこう難病 の予防というか、そういう早期発見できれば対策の方もできると思いますので、そういうところを私たちは心がけていくべきなのかなというふうに思います。実際に今難病になっている方という点で言うと、やっぱりそこの辛さというのは私どもなかなか理解することができないところはあると思うので、まずはその、自分のこちら側の先入観というのを外してしっかり話を聞いてあげるというのが大事なんじゃないかなというふうに思います。で私どもは専門家ではないので、そこで専門家の方をこう紹介してあげたりとか、そういう動きが私はいいのではないかと考えております。ありがとうございます。さあ続いていかがですか。私たちもやっぱり体があってこそのアイドルという活動をやらせていただいているので、そういった自分の体調も気にしつつ、他の方もしっかり見て自分たちにできることを見つけて、私たちの世界に発信がということで、はい、SNS とかも、そうですね、はい、Twitter やブログなども活発に動かしておりますので、そういったところでも力になれるところがあったらしっかり発信していきたいと思います。そうですね、師匠今日の、ね、このイベントも本当皆さん大いに、はい、お写真も NG ではないの で、はい、SNS 等でこれみんなでこういうの行ってきたよというので、こんな話聞いてきたよとかいいですよね。ぜひそれが私たちの願いだったりしますので、皆さんたくさん写真を撮ってですね、ご自分の方のブログであるとかね、SNSに上げていただいてですね、こういう活動をしていますということ でまた皆さんが写した写真が皆さん自体が参加していただいていることなので、参加しましたということでですね、広めていただけたらと思います。そうですよね、もうご当地キャラクターの皆さんもそれが本当に願いだということなので、全然ね皆さんお写真 OK ですのでね、発信していただきたいと思います。ありがとうございました。あのさんどうですか、なんかプロレス界でできることとか何かありますか。そうですね、もう私ももう基本的に怪我と隣り合わせの仕事でして、自分はまだ怪我とかはそこまでしてないんですけれども、こうやっぱ検査とかも行かなきゃいけないですし、怪我をしてでもやっぱこう戦わなくちゃいけないっていうところもありますので、でもそこでやっぱこうなんだろう、強くいるってことが もしかしたら皆さんへ元気を与えられてるのかもしれないの です、ね、はい、そこの気持ちは常に持っていたいなと思います。そのやっぱりファンとして応援されてる難病の抱えてらっしゃる方もあると思いますのでね、なんかその姿に元気もらうっていうのは大いにありますよね。はい、ありがとうございます。土屋さんどうですか。